こんにちはデルです。今回ご紹介するのはこちらアネスティさんのエアブラシコンプレッサーなんと 2-in-1 ということでハンドピースを常時2本接続できる最新モデルですで今回こちらのエアブラシコンプレッサーはいつもお世話になっておりますアネスティさんからぜひ使ってみてくださいということでご提供いただきましたそれでは早速開封して中身の方チェックしていきたいと思います はい。まずは開封すると取扱説明書が入っております。で、こちらの説明書はもちろんすべて日本語で、カラー写真付きでかなり丁寧に説明がされているので、エアブラシが初めてという方でもですね、全く問題はなさそうですね。はい。そしてこちらがですね、ハンドピースをつなぐホースですね。もちろん2本入っております。それからエアフィルターも2個入っていますね。 で、えこちらがですね、ハンドピースなんですが、同じものが2本入っているのではなくて、えこちらのですね、塗料カップの大きさ、大きい方が0.3ミリ口径そして、こちらのカップがですね、すごい小さい方、これが0.2ミリ口径ということで、ちょっとですね、用途の違うエアブラシが2本、このような感じで最初からついてきます。 はい、えー、それからこちらの小袋の方にはですね、メンテナンス用のブラシとか、えー、工具が入ってますね。はい、えー、それでは本体の方を開封していきますね。このような感じで、どうですか、これ。2-in-1 ということなんですけども、大きさ的にはですね、全然普通の、えー、コンプレッサーよりちょっとだけ大きいかなぐらいの、 サイズですね。かなりコンパクトにできています。しかもかっこいいですね、これ。はい、えー、このような感じになってますね。ここ、2本放送をつなぐところがあって、まあ、これがコンプレッサーですね。それからこちらの方がですね、タンクになってます。ちょっと裏から見るとわかりやすいと思うんですけども、このような感じで、ここで圧縮した空気をこちらのタンクに溜めて、 タンクの方からですねエアを出すとで、えー、エーがですねあのエア圧が足りなくなり次第またコンプレッサーが動くという仕組みですね。でこ,こ,こちらの方にこれメインスイッチですね。はい、えー、それではですねちょっと早速ホースの方接続していきたいと思います。でこちらの方にですね2箇所ホースを接続するところがあるんですけども、えー、エアブラシを一 2本しか使わない、2本接続しないという場合は、こちらのキャップをですね、つけて、しっかりと締めておくということですね。で、2本使う場合は、このキャップを外して、2本ともホースを接続していきます。はい、えー、ホースの長さは十分な長さですね。 それではですね、ホースの方を本体に接続したら、今度こちらの、えー、ハンドピースの方につなぐわけなんですけども、直接つなぐのではなくて、えー、こちらの方にですね、エアフィルターが入ってますので、これを、えー、この間に入れます。まずこちらの方にこのような形で、ハンドピースにエアフィルターを取り付けて、で、ここですね、ここに、えー、こちらのホースをつけると。 はい、このような形でセット完了となりますで、えー、エアブラシをですねこう使ってるうちにここに水がたまることがありますで水がたまった場合はここのところを押し込むことによって中の水をですね出すことができるんですねはいそれではですね本体の方にホースとですねこのエアフィルターハンドピースの方を接続しましたので早速電源の方を入れてみたいと思います電源はここのところにありますねはい。 というわけで、電源を入れるとですね、コンプレッサーが動き出して、タンクの方にエアを貯めて、こちらのですね、プレッシャーゲージがだいたい内側の目盛りで4のあたりで止まります。で、今ですね、聞いていただいてわかるかなと思うんですけども、かなりですね、音は静かな方だと思います。 はい,い。それではですね、ちょっとエアブラシの方、どのぐらいのエアが出るのか試してみたいんですけども、今使っているこちらのハンドピースですね。これがこちらの方になります。ちょっとエア吹いてみますね。おお、これはですね、かなりエアの圧としては強い方だと思います。で、今はまだですね、えっ、ー、と、コンプレッサーからタンクに送り込まれたタンクの空気が出ているので、こちらの方は静かなまんまなんですね。で、ある程度使っていって、 で、えー、エア圧が低くなると再起動する感じです。ちょっとやってみますね。このような感じで、はい。エアが足りなくなるとまた動き出すと。なので動きっぱなしではないんですね。はい。えー、それではですね、今のように大量のエアを出してドバッと塗るときと、あとはですね、繊細に少しだけこう、サーっと塗りたいときなんかに、エアの圧はここで調整できます。で、これを引っ張って、 引っ張り上げて左に回すと、えー、このように。 半時計回りに回すと圧がどんどん低くなっていきます。で、今ちょっとですね、こちらの方が0.3のハンドピースで、こちらの方が0.2のハンドピースなんですね。より、えー、繊細に描くときはこっちを使うわけなんですけども、こちらのエア圧をですね、手一杯低くしてみたいと思います。これを持ち上げて、えー、半時計回りに回していきます。そうすると、このプレッシャーゲージがどん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 低くなっていくんですね。で、えー、出してみると、 どうですか先ほどよりも全然エア圧が低いの分かると思います。もっと低くできます。はい、それではですね、かなり圧を低くした状態、こういう状態ですね。あの、かなり繊細なものを細く塗りたい時なんかは、このぐらいのエア圧で使うことが多いです。そして、こちらの方はこんなにエア圧が低いんですけども、こちらの方はというと、こういう感じなんですね。もう全然、 全然こっちとこっちで違うのがわかると思います。こういったエアの圧を変えて使う場合にですね、この2本接続してあって、1台の機械です。これができるっていうのは、もうこれはですね、あの、ヘビーにそのエアブラシを使っている人にしてみるとかなり嬉しいことなんですよ。 はい。というわけで、エアブラシを使った塗装をですね、長いことやっていると、どうしてもですね、こういったエア圧を変えたりとか、え、あの、色の違うものを2本用意したりとか、な、割とですね、エアコンプレッサーを2台持ってる人っていうの結構いると思うんですねで。私も今2台使いしてるんですけども、えー、この機械があればですね、1台で圧を変えることも、色を変えることもですね、簡単にできてしまうと。このメリットっていうのはですね、あの、 長いことですねエアブラシの塗装をやってる人にしてみるとですねすごくありがたいことなんですねでしかもですね2台分使えるのに大きさがですね普通のエアブラシのコンプレッサーとさほど変わらない大きさむしろですね今私が使ってるものよりも小さいんですねこちらの方がコンパクトにできているこれ本当にありがたいなと思いますはいそれではですね次にこちらのコンプレッサーを私がいつも使っている塗装ブースの方に設置してみたいと思います はい、えー、どうでしょうかこのような感じで、前に使っていたコンプレッサーよりも小さくて、なんといってもですね、この見た目がかっこいいですよね。で、えー、ホースがですね、少し長かったので、一度本体の中を通して、後ろから引き出す感じにしてみました。で、ちなみにですね、こちらの塗装ブースなんですけども、こちらもですね、アネスティさんの製品で、ツインファンのもので非常に性能のいい塗装ブースとなっております。 で今回ご紹介しているこちらのコンプレッサーのお値段なんですけども、Amazon さんでなんとですね、19,980円で販売されています。私があの前に使っていたコンプレッサーもかなりコスパがいいと思ってたんですけども、こちらはですね、完全に2台分の機能があって、ハンドピースも2本ついていますし、他のコンプレッサーと比べて音もかなり静かなので、もう本当これはコスパ最強ですね。 あと、こちらの製品で嬉しいのが、なんとですね、メーカー保証期間が18ヶ月間となっております。こういった製品で長い保証期間が用意されてるっていうのは本当にありがたいです。といったわけで、入門用としてはもちろんのこと、今、コンプレッサーのですね、買い替えを検討している方にぜひともお勧めしたい1台ですね。この動画の説明欄に、このコンプレッサーのリンクを貼っておきますので、ぜひ一度チェックしてみてください。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。